ども、続いてはですね、ダーギー対決はこのクイズ対決なんですが、阪神鉄道の これを番組でとても人気だったコーナーさんで、阪神の言葉をよく訳してくれるんですが、はい、それを正式名称を答えていただくという問題で、これ単に答えるだけじゃなくて、リズムが音楽で流れますから、テンポよくリズムよく答えないと正解になる、そういう仕掛けになっております。で、まあ、この時間で監修言葉の問題でございますが、二人もの鎌田さんにカードを出題してもらいますので、ここで見せてください。見せてください。鎌田ちゃん、はい、お願いします。じゃあ続いていきますよ。参りましょう。
ニング娘。ええ声な。健康は
ステージではなくて、ゆとり世代。はいはいはい。はい、渡辺春。それでは、さあ、
残りは最後世代はもう投手だけになりました。そうや、山本投手のみが頼り。いきましょうか。行こう。どうぞ。はい、決めます。今の断トツのトップっておっしゃったんです。はい、本当は断トツ。そうなんですか。